はい、皆さんこんにちは。登山大好き林木です。このチャンネルでは登山やギア紹介、山飯などの情報をお届けしておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録していただければと思います。今回は福井県上小池ルートで登る白山連峰別山登山でお送りしております。今回はね、後編になります。今回は三の峰避難小屋から別山山頂を目指します。下小池駐車場をスタートして、上小池駐車場を経由して岩場ルートを、の林道をね、歩きまして、上小池登山口に向かいます。上小池登山口からは六本木の木まで樹林帯の、急登をね、登りまして、尾根筋に出ます。そこからはね、急登の稜線歩きなんですけども、県外岩などのね、見どころもありまして、あとね、眺望も素晴らしい、急登なんですけども、こちらはね、ひたすら登ってですね、三の峰避難小屋までたどり着きます。三の峰避難小屋からは三の峰に、向かいまして、そこから、200m のね、登り開始がありまして、別山に向かいます。別山からは同じルートで、ピストンで、下小池駐車場に戻ってくる、距離 17km、 10時間30分の参考になります。ろくに休憩もせずにスタートしちゃいました。まあ、とりあえずね、今のところ疲労感はないので、リカバリーできてるので、スピードはね、ゆっくりめに抑えつつ三の峰向かいたいと思います。トレランのね、肩が颯爽と、追い抜いてございました。まあ当然ね、超スローハイカー林木主義ですから、ね、早い方にはどん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 先に行っていただくと。おお、すごい設計、これはすごいわ。天然の冷房、なかなかです。これが別山のゼブラ地帯か。さすが、これかこれか、美しいね。写真撮っとこうかな。これね、今ちょっと天気曇ってるんですけど、午後ね、天気回復する予定なんですよ。上りはね、お日様は控えめにしていただいてね、体力をね、温存させてもらえるんですよね。で、頂上にね、着く頃には、天気がね、回復して最高の眺望を拝めるというね、予定になっております。いやー、いいっすね。いや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 、たまんないですね。ここはちょっと、ね、ゆっくりと別山堪能しながら歩いていきたいですね。ここね、三の峰名物100m の登り返しがあるんですよ。こいつがね、地味に体力奪うんですけど、今日はね、全然余裕っす。もう体調ね、高所順応ね、うまくできたんで全然大丈夫です。足全然まだまだ終わってないですもん。余裕ですね。いやー、やっぱりこれ上小池ルートと糸代の差ってこんなにあるんだって感じですね。もう皆さんあれか、別山ピーク踏んで帰ってこられる方ですよね。みんな早いね。まあ自分が出発遅かったっていうのもあるんですけど、6時20分ぐらいでしたっけ。やっぱり本当はね、日の出とともにスタートするぐらいの方がちょうどよかったんですけどね。なんせ移動で2時間半かかりますからね。車中泊しようかどうしようか迷ったんですけどね、なんだかんだで昨日は、別の動画撮ったりなんかしててね、来れなかったんですけど。こんにちは。すみません、すみません。設計すごいっすよね、これ。ちょっと写真もう撮っときましょうかね。別山山頂で山ご飯食べれるかもしれないという
いや、山ご飯食べるぜって感じですけどね。おー、これベッサンブルー来たんじゃないですか。ほら、ちょっと天気回復してきましたよ。予定通りじゃないっすか、もうプラン最高ってやつじゃんじゃないっすかね、もう。いや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 、たまらんな、これ山の女神が微笑みましたよ。この登り返し見てくださいよ。ぐーっと急降下して、あそこからぐーっと登ると、ここもね、つづら折れてるんで、割と、まあ、急登とはいうものもね、歩きやすいです。歩きやすいですよ。あの尾根筋は、白山側から来る尾根筋かな。あれは行っちゃいけないやつだった。いやー、かっこいい。かっこよすぎ。そりゃみんな来ますよね、このかっこよさ。まさか設計歩きじゃないよね、ここ。設計が眼下に広がっておりますが、まさかですよね。こっちだな。よいしょ。結構狭いね、ルート。設計っていうのはこういうもんなんですよね。割とね、もう下が浮き始めてるんで、やっぱりね、あの辺とかもね、もう一気に流れる可能性もね、ありますしね。やっぱりこう設計歩きっていうのは本当にレベルが高いですよね。相当リスキーな感じがしますよね。まあルートをね、きちっと熟知しないと。これ本来こっちはね、夏ルートですから、あっちはルート外れてるってことですよね。その辺をね、きちっと理解してないと、本当に踏み抜いてね、滑落なんてことになっちゃったりしますよね。そう、だからまだちょっとね、やっぱりルートをね、初めてのところはきちっと理解しないと。まあベッサはね、一度歩いてるんで、このルートも歩いてるんで、もう忘れちゃってますけど、ただなんとなく覚えてはいるんですよ。白山の方はね、まだ、設計がね、残ってて、設計の上を歩く、箇所がいくつかあるそうなんで、やっぱりね、まだちょっと白山は早いのかなっていう感じですね。白山のね、西側からアプローチする、まあ、岐阜の方からね、アプローチする広瀬道っていうのがあるんですけども、今年ね、なんかそのルートも、開通してるそうで、広瀬道から登るのがね、白山は一番上昇高度が少ないんですよ。上昇高度1600ぐらいで、午前日まで行けるんで。だからね、あっち側のルートはね、岐阜側から登れる方はね、人気なんですよね。ただまだこの時期はね、設計があるんで、技術とスキル、ルートファインディングのね、スキルが必要なんですけどね。まあちょっと余談でしたけど、すっかり晴れましたね。ベッサンブルーです。あんまりね、こんな天気の下で急騰してるとね、体力持ってかれちゃいますけどね。いやー、綺麗だわ。にしてもベッサンね、この三宮からベッサンに向かうね、稜線歩きは、天気がいいとね、本当にこんな最高の眺望ですから。360度、素晴らしい。ゆっくり歩いてね、この眺望を堪能しながら歩いた方がいいですね。もったいないですね、こんな非日常空間じっくり味わわないと。ベッサン、あそこです。そこに向かうためには、じゃ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 ーん、ひょえー、この急登登ってきますか。頑張って、
ちょっとね余裕だと思って余裕かましてたら、しばらくしたらね少し疲労感きましたね。ここはねまたさらに、ペースをね、ゆっくり落としてですね、呼吸を整えて、登っていきたいと思います。ここ最後のね、急登になると思いますんでね頑張っていきたいと思います。本日2本目の行動食です。ちょっとねプロテイン取り入れてパワーチャージして、エネルギー回復したいと思います。一瞬残雪歩きがありますね。この時期に雪の上を歩くと、もう気温20度超えてるんですけどね、シャビシャビ。結構あるね、まだ。休憩する場所がないんだよな。景色はいいんだけど、疲労感が景色を上回っとるな。もうね足が痛くなってきたんで、もうトレポ使って四足歩行です。やっぱりねトレポに体重預けれるんで足の負担は軽減されて少し楽っすね。先ほど先行されたね配川さんは、ピッケルをねザックにつけられてたしたね、つけられてたので白山の方まで重装されるんですかね。この別山までのねルート上はピッケルは特にいらないですからね。いやーちょっと元気がなくなってきてますよ。なんていうこったい、こんなに景色いいのに。ややね平坦なところを平行移動しております。こっからね最後の急登を登ってですね別山の頂にたどり着こうとしておりますが、結構厳しいですね。もうここまで来るとねやっぱりもう森林限界を迎えてですね廃末帯に突入してますね。もう、背の高いね樹木はもう一切生えてない感じですね。若干岩場の隠し具っぽいやつがあるんで、でもこれがっつり登らなかったな。ここを登ってきゃいいのか。最後の急登、なかなか登りごたえがありますね。もうちょいなんだけど、もう一踏ん張り。いやー到着ですよ。長かったな。今シーズン間違いなく一番タフな参考になりました。眺望はね素晴らしいんですけど、
もうその分ね、もう何も言えないぐらい疲れましたね。やっと2回目の別山です。このね、前回来た時はね、この白山見えなかったんですよね。今日はバッチリですね。室堂まで見えますね。別山神社。白山が綺麗に見えて、別山山頂を、ね、後にするのが名残惜しいんですが、もうね、時間がちょっとね、押しているんで、とりあえず三の海の避難小屋まで、頑張っていきたいと思います。お前に三の海に戻らなきゃいけないですけどね。左手にね、別山ぐるっと回って、右手に三の峰。この登り返しがえぐいな。天気はだけどすごくやっぱり良くなりましたね。最高の天気なんですけどね、疲れました。疲れちゃいました。三の峰の登り返しは2段階あるんですよね。さっき一発目の大きいのを登りまして、で登り切ったと思うと、このもう一本これがあるんですよ。まあさっきほどじゃないんで、まあね、そんなに構えることではないですけど、はい、いかがだったでしょうか、今回の別山登山。今ね、三の峰避難小屋まで戻ってきました。もう誰もいませんね。やっぱりちょっとね、上小池ルートにしても、もうこれ結構ね、タイム的にギリギリ、下山が多分5時とか、まあ、そのぐらいになるんでしょうかね。多分ね、最終日になっちゃってるという感じですよね。やっぱりもう本当に日帰りの限界ですね、このレベルが。まあここはね、中上級者向けの、山ですね。まあ、今回はね、残雪期ではあるものの、ほぼね、設計の上をね、歩くっていうのはもうほとんどなかった。まあ、若干残雪の上歩くシーンはありましたけども、まあトラバースするような状況じゃないんで、まあリスクはね、極めて低い、踏み抜きがあるかなぐらいなんで、しかももう夏道の上をね、歩くトラバースなんで、ルートなんで、まあ全然問題ないという感じなんですよね。今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。で、また次回の動画でお会いしましょう。